ニューラルネットワークの数理の第1回です。今回はあのニューラルネットワークの基礎を少し振り返ってみようと思っていますで。具体的には DNN、ディープニューラルネットをグラフで表すことをやってみようというふうに思っています。で今回のセッションは最も基本的なニューラルネットワーク、まあ、DNN、あまあ、ディープニューラルネットワークをグラフで表現してみようというう思います。 DNNCNNRNN いろいろネットワークには基本的なコンポーネントっていうかユニットがあるんですけれどもその中で一番基本的にはやはり DNN だというふうに思いますで次回のセッションは DNN をグラフじゃなくて関数の合成として表現しようというふうに思います今回のセッションは実はその準備になっているというふうに思います で、まあ、DNA 基本を振り返ってみましょう、まあ、いくつか必要なことが抜けてるかもしれないですが、それについてはこの資料、ニューラルネットワークの基礎って、これはずいぶんお金資料なんですが、あのまあ、こういうことも必要だろうと思って、あの去年あの、また再掘したんですけれども、 で、まあ、古いだけあって、あのー、転送フローベースですね。で、まあ、でも、基本的なところは、あのー、そんなに、あのー、変わっていないところもあるんで、あのー、できれば参照していただければと思います。で、今回のセッは、この資料から、複数の相関がなるネットワークをグラフで簡潔に表すという部分を再録したものです。 d n n は実はいろんな名前を持っています、まあ、ディープニューアルネットワーク d n n がそうなんですけどフィードフォワードネットワークとかフルコネクトネットワークとかマルティアパーセプトロム MLP とかこれ、まあ、基本的には同じものですねで最初に d n n の構成を見ていきたいと思っていますで d n n は多数のニューロンから構成されていますただその多数のニューロンはいくら層に分割されているんですね でその DNA とはそういうたくさんのニューロンからなる層があの複数個連なった構造をしています。でこの層構造を特徴づけるのはニューロン同士の次のような接続の仕方です。の層があるだけじゃなくてその層のつながり方に DNA のような特徴があるんですね。まあ、一つは まあこれが一番大事なんですがある層に属するニューロンは隣り合う層のニューロンのすべてと接続するすべてとすべてでそれをフルコネクトっていうんですけどもフルコネクトっていう DNA の別名はここから来ていると思いますであとこれは地名かもしれませんがある層の中のニューロンはお互い同士は接続しません で隣り合う層のニューロンとだけ接続します。グラフとしてはだからこれは完全にグラフっていうんですけどそういう形をしていますで。それからニューロンが接続するのは隣り合う層のニューロンとだけですね飛び越えて他のの接続したりループ作ったりそんなことはしないんですね。で情報は層から層へ順番に伝わりますピードフォワードネットワークというのはそのことを反映してるんだと思います。 DNA のパラメータを確認しましょう。でその前にニューロンとニューロンの接続はシナプスを通じて行われます。まあシナプスの説明も実は先ほどの資料の中であの、まあ、皆さんご存知かもしれませんけれども基本的なことですね。である層に N 個のニューロンがありそれに連接する層 B に M 個のニューロンがあるとしましょう。 そうすると、そう B のニューロンは全て N 個のシナプスを持ちます。なぜならフルコネクトなんで、B 層のそれぞれのニューロンは A 層の N 個のニューロン全てとつながっているから、つながらなければいけないからですね。だから、そのニューロンが N 個あるっていうと、あのシナプスが何個あるかっていうのは独立なんですね。で、各シナプスには重みという量が1つ与えられています。ですから、B 層の M 個のニューロンが、 それぞれ n 個のシナプスを持ちますので、B ーには n かける m 個の重みがあることになります。で、これは m かける n の要素を持つ重み行列に整理されます。この辺も、あの、まあ資料、積の後まあ、今回の後半のところで、あの、詳しく出てきます。で、各ニューロンのシナプスの重みから構成されるパラメータ重み行列とは別に。 言えるのはもう一つパラメータがあります。それは層にひっついたパラメータでバイアスと呼ばれていますなバイアスは層に1個ですねで重みがたくさんあるということですでもう一つ大事なことはそのアクティベーターってやつですねである層の振る舞いは層の2つのパラメータ重み行列、まあ、これを W としましょうでバイアス B でこれは1個です、ね、でに1個個。でで、で、すね。に次に見るアクティベーターァイで決まります。ある層の入力を行ベクター x で表すと出力 y は y=xw+b。で xw ってのは x がベクターで w が行列ですね。でこれ行ベクターで表してるんですけれども。 まあコンピューター上ではあのベクター行で表した方が扱いやすいからですね、まあ、いずれにしてもこういうあの x について見れば線形の変換をあの行うんですねでこれはニューランドネットワークで最も基本的な式ですねで以下の説明でテンスフローベースでやってたんですが PyTorch にはこれは NN.Linear ってやつがこういう働きしますね でこれはあの前回のセミナーでも、まあ、いろんなところで大活躍してでこれがだからあのビットリニアにあの置き換えられたって話を前回のセミナーにしたばかりなんですけれどもまあただあのこの線形変換は基本ですね。でただこれが最終的に出力になるわけじゃなくてまあこれはいろいろ考え方であの 次回のセッションで見るあの関数の合成として見たところを見るんだったらそう分けた方がいいかもしれないんですけれどもあのー、最終的な層の出力はこの y=xw コプラス b にファイを作用させたものでこれが最終的な出力になるということです。で 今回の課題である d n のグラスで表すということをやってみようと思います。でまあ先ほど言いましたこれは以前の資料をそのまま再録しました。で次回のセッションはこれを関数の合成と表す、まあ、そのトロピカル台数との関係はグラスよりはあの関数の合成として見た方が分かりやすいんですね。で次回はそれをやっていきたいというふうに思います。ディーープラーニング入門の第一部 ニューラルネットワークの基礎の今回は6回目のセッションです。で今回はあの複数の層からなるネットワークをグラフで簡潔に表すというテーマで話をしようというふうに思います。でまあ最初あのいきなりたくさんの層をあの表す表す 話に入る前に、まあ、今までもそうでしたけど単純なものから複雑なものへというふうに話を進めていくということで今回はあの複数のニューロンからなる1つの層をグラフで表すということから始めようというふうに思いますで、まあ、前回見たニューラルネットワークの状態の行ベクトル表示で y=xw+b まあ、あのトランスポーズが肩から抜けましたね。これをベースにして、新しいグラフによるネットワークの表現を紹介しようというふうに思います。まずは、えっと、複数、まあ、単純なものをですね、複数のニューロンからなる一つの層のグラフ表示を考えます。でまあ、これは古い表示ですけども、こういうふうに、まあ、あの3つニューロンがあって、で3つの入力がある。これれれはそれぞれ入力の 全部これは行ベクトルにしてますね。行ベクトル X1、X2、X3 があって、それぞれ重みがそれぞれのニューロンごとにあの行ベクトルで3つあって、それぞれのニューロンに1つずつバイアスがある。で、バイアスをこの場合はまとめて、あの 3, あの3つの要素からなる行ベクトルとしてまとめてます。で、表示状態はその XW プラス B なんで、それぞれニューロンごとの状態をここに書いてありますけど、ニューロン1は X, X、XW1 のトランスポーズここにトランスポーツ残るんですけど、まあ普通の表示には残らないけど、1つずつみたい残ります。そういう,うにそれぞれニューロン3つあって、これをまとめるとですね、これはこの,この状態っていうのは、X の行ベクトルにこの W、行列をかけて、この行列は えっとそれぞれの,あの重みの行ベクターで与えられたやつを縦ベクターに変えてえっと列に並べたものですね。でこのかけたものに後ろからバイアスの行ベクターが加わる。でこれはもうあの複数のニューグロンド1つの層ですね。これは xw プラス b という形で表されていることが分かります。 でこのアクティベーターはちょっと見直そうと思っているんですけれども、アクティベーターは、まあ、ソフトマックスの場合には、NG、N 次元のベクターを受け取って、N 次元のベクターを返す。で、その、NG、N 次元の確率分布ですからあの、ベクターを返すアクティベーターだったんですけれども、でそれ以外のソフトマックス以外のアクティベーターというのは、まあ、シングモイドにしろ、ルーにしろあの、ニューロンの状態の値をニューロンの状態、あの指則に変える。 ただスカラーをスカラーに変えるだけだったんですけどこれもちょっと拡張しよう。アクティエータファイを名前とスカラに対する振る舞いは同じままでソフトマックスと同じように引数に n 次元のベクターを取って n 次元のベクター回数に拡張しよう。でファイこの場合はすべて行ベクター表示で考えてるんでファイの,の v1v2vn という n 個の要素からなる行ベクトルをファイあの v1 でこれは数学的な対式じゃないですけど、まあ、こういう形で実装するのは簡単ですねまたこれをファイの定義にしていけばいいということですねでそうするとこの時先ほの,の状態を見たんですけれども複数の2は出力ですね出力は φ ァイ括の xw プラス b という形で表せるってことが分かりますでこれまでいったら新しいグラフ でここどうが変わるかというと、まあ、今までのニューラルネットワークの表示はあのニューロン1個1個をノードとしてでニューロンとニューロンの接続をそのグラフのエッジとしてあの直線として表してきたんですけれどもでこれはそ,の考えそうするともう膨大なあのノード差を書かなきゃいけなくなるこれ、ね、あの考えを変えますでどう変えるかというとこの式そのものをグラフで表現する。 でどういうことかと,いうとこういうことですね。あのファイカッコダ XW プラス P っていうのは X と W をかける。これは行列の積、今までの行列の積、行列のベクトルンですね。それにバイアスの行列を足して、最後にアクティベーターを適用する。 こういう風にするとで、こういうグラフができる。これは要するにそのあの、ファイカッコダブル X プラス B っていう式そのものをグラフにしてるんですね。だから、ここのノードはニューロンではなくて、まあ、あのダブルだったらこれはある変数が入ってるノード、B だったらこれも変数が入ってるノードですね。で X は 入力の値によって変わるんであの、まあ、これは多分場所を確保してるっていうプラスホルダーっていうことがありますがその他は全てあの入ってきた情報を変換するノードを演算して変換するノードですねそれを次のノードへ渡していくというふうに考えるとでグラフノードは基本的にはこの,あの X W をかけるとかその結果を B を打 b を足すとか、最後にアクティベーター適用するとかというそういう塩酸濃度からなってるんですけれども、まあ、そうじゃない例えばその x とか w とか b は塩酸はしないです、ね、単に値を持ってるだけでそれを変数濃度とかプラスオーラー、まあ、ただその意味は、えー、と先ほどのファイカ wx プラス b をグラフに変えたものだと思えばその意味は明らかだと思います で、これ、何がいいかというと、このグラフ1つでさまざまなネットワークというか、まあ、あくまでもあの1つの,あの層のネットワーク、この今お話しするのは1つの層のネットワークなんですが、このグラフでさまざまなネットワークを表現することができるということなんです。でこれはとてもあの役に立つというか、あのこのままでいいんです。 でだけれども、xwb の値というかそのタイプは変わります。まあこれは基本的には、φ かっこ、xw プラス b っていう、あの数学的に抽象化したってことはあの基礎にあるんですけれども、あのグラフとしてはとてもあの処理、あの見やすいだけじゃなくて、処理のイメージを持つのも簡単です。ちょっとまたこれしつこいですけども、ちょっと例を挙げて、これはさ、今見たやつです。 3つの入力があって3つのニューロンがそれを受け取るってやつですね。で、これを、この赤いとこが1つのレイヤー、そうを構成しています。で、これはこういうグラフになります。うん、でも式は、あのグラフは同じです。だけど、で、この x は x1、x2、x3 という行ベクトル。で、w は3 ×三の行列ですね。b は、これも行ベクトル。 でこの出力は、まあ、当然ニューロンの,あの数に等しいんで、まあ、このアクティベーターが出力するのは3次元の行ベクターということになります。でこれモデルも,もこれはあれですね4つの入力があって3つのニューロンがそれを受け取るっていうやつで考えようとこれ同じ,同じなんですよで。何が変わってるかっていうと x の値 w の値 b の値が変わる。 で同じ形をしています。だけど、で、x や w や b の値は変わるということですね。まあしつこいですが、ね、こういうりますこれは2つの入力を5つのニューロンが受け取るってやつのグラフ。これはまああくまでもつの、赤い丸のところが1つのレイヤーを構成しています。で、これもやっぱり同じあのグラフで表現できる。で、何度も言いますけれども、同じグラフだけれども、 その X や W や B の濃度が抱えている値は違う。だけど基本的な、これは式をグラフにしたものですから、あの塩酸濃度は同じですね。最初に積を計算して和を計算して、最後にアクティベーターを適用すると、のニューロンの数だけの,あの出力が得られるという形になります。で、一般に N 個の入力をと取る この質を返すこのレイヤー、ニューロンの層はで、X は N 次元のベクター行ベクトルで、W は n る m この順番注意してください。N 次元のベクトルを受け取って、でそれをかけていくわけですから、でこの行列は n る m の行列ですね。B は M 次元の行列。だからこれをさえ覚えとけば、まあ、これは直感的にも明らかですけれども、掛け算の。 あの行列席のところだけちょっと気になるかもしれませんがこれは前回見たように行列の席にはそれぞれの,あの何行何列とどういうベクターがかかるかっていうのはあのちゃんと強い条件があってあの x の幅とその w の高さとか深さが同じになきゃいけない。だから X の あのこれは列ベクトルの,あの行ベクトルの要素の個数と W の行列の,えとそのあれですね行数は一致しなきゃいけないということでそれさえ分かればあとはみんな行ベクトルで表現されてニューラの数の M 個だけの出力があのアクティベーターで得られるというふうに考えればいいわけです。 でここから言う今までだから1つのレイヤーの新しいグラフでの表示を見てきたわけですけれども今度はいよいよあの今回のテーマである複数の層からなるニューラルネットをグラフで表すのを見ていきたいというふうに思いますでまああの今までの,あのグラフまあそのニューロンをあの 丸で表してをあのニューロンとニューロンが線で表すあんまりグラフであること変わりないんだけれどもでこっちの方が、あのー、ずっと式はみんな一緒なので,で非常に単純化できます。でここで,です、ね、もう一つ新しい考え方というかまだあんまり出てたことではないんですけれどもでこうして単純化されたグラフの表現は で要するにここでは、まあ、いろんな量、まあ、例えば入力もあの出力も、まあ、あの重みも行ベクターだって話をしましたけれどもでだけどあの行列が出てきでそういうあの量を全て合わせて例えばスカラーやベクトラー行列もテンサーテンソルというふうに呼ぼうという話です。 で、まあ、この、複数の層からのニューラルネットで一番典型的で、これが一番大事な DNN N っていうんですけれども、まあ、フルコネクトネットワークというのがあるんですけれども、これは要するに向かい合ったレイヤー同士の要素が必ず接続しているというやつをフルコネクトネットワークと言います。これを DNN N と呼んだり、フィードフォワードネットワーク。 と呼んだりまあ、いろんな名前があるんですが、まあ、フルコネクトや DNN と使い方の方が多いような気がします。でこれは最も基本的な多層からなる複数の層からなる。 あのネットワーークのパターンです、ね、まあ当然あのそうじゃないネットワークもあるわけですけれども、まあ、何が一番そのネットワークの特徴を捉えてるか、まあ、無数にあの多層のネットワークって無数に存在しうるんですけどもその中で、まあ、一番特徴的なっていうかその性質がはっきりしてるのはこの フルコネクトネットワークだということなんですけれども、まあ、これまでを見ても、これは今まで見たやつですが、これ、X の層と H の層の要素、X にはあの3個の要素、4個の要素があって、H には3個の層がありますけれども、それぞれの要素が必ず線で結ばれてます。で、これがフルコネクトの表現。こういうグラフ、あの古いあの、今までのグラフの表現でも、これ、完全に2部グラフ って言うんですけれどもあの全ての要素が結びこれは H と M の関係 H の層と M の関係層の関係でも同じですね H の全ての要素が M の全ての要素と接続しているで同様に M の層のすべての要素も Y の層の全ての要素と接続しているでそういうやつをフルコネクトネットワーク いうの別にニューランネットに限らず普通のグラフの基本的なあのフルコネクト。まあ完全二部グラフ、それぞれのエアが完全二部グラフで構成されてるっていう言い方をしありします。これもだからフルコネクト。まあそういう場合には例えば、流力層、隠れ層、出力層といったりするんです。こういう表示の場合は大抵フルコネクトですそうじゃまあ線を1本、2本の外しは フルコネクトじゃなくなるんですがまあこれが基本てか一番あのしかもよく使われるやつですね。このフルコネクトのニーラーネットっていうのはこういう形であの全て各層の重みとバイアスと アクティベーターを指定すれば、この振る舞いと出力、それぞれの振る舞いと出力を予想することができます。それぞれのレイヤーごとに重みとバイアスとアクティベーター。この3つ組みで状態と出力が決まるんですね。 で、今回の例の場合の xw プラス b っていう表示はすべて、すべての、あの、すべて、ここに出てくる重みもバイアスも、あの、入力ベクターもすべて行ベクトルということで考えてきました。まあ、これもだから、あの、フォルコネクトのグラフを、グラフで、あの、ね、まあ、これは基本、これは一つの例。これは大きいんで、小さくしたのを下に書いてあります。 まあ要するに、あのー、左から入力を受け取って、右から出力を返すんですけれども、でそれはこういうあのノードからなる、基本的に真ん中の線を走ってるのは塩酸、塩酸濃度ですね、それにデータが加わるという形です。でこれは旧来の表示なんですが、ね、これはです、ね、こういう形にするんですよ。それぞれの素レイヤーをなすグラフを直列に結合すればいいんです。 で、一番左の X のところ入力と、ここからあのデータが入ってきて、このグラフに入って、そういう塩酸を受けて、それがあの最初の H 層の働きですね。で、そのアクティベーターの指数、これも実はあの全部行ベクトルになってますんで、それを次のグラフに渡す。で、それも、あの、式は同じですから、同じ塩酸を受けて、まあ、アクティベーターで最後の層に渡す。 でこういうふうに、あの今見てきたあの塩酸の様子を、式をグラフに変えたものを直列に並ぶ。でこれも、まあ、新しいグラフですね。単純ですから、ずっとシリアルにつなげただけですけども。これで元のニューラルネットワークスを表現しよう。これはずっとわかりやすいですね。 で前回のセッションからもっと前だったから、あのこれも実はフルコネクトネットワークなんですよ。まあ、これをフルコネクトをフルに表示すると、こういうとんでもないことになって、わけわかんなくなる。 でこれで表示を見直そうって話をしたんですけどもこれもだから式をあの式をグラフにするっていう形でグラフを書き換えるとこれはまあ単純ですねあの複雑って言ったけど層が2層しかないんで先ほどのグラフをあの2つシリアルにつなげたものを考えればいいということです。 でまあ、今回のやつは、あれですねあの、先ほどのグラフだけじゃ分からないんですけども、最初の隠れ層ではそらくシグモイドであの0か1に変換して、最後、これも最後はソフトマックスで確、確率これは先ほどのグラフよりも余計な情報を入れてるんですだけど、こっちのほうが、あのあこれはやはり、x の,あのと七百784というのは、 28×28 の,28のメッシュでそこに置かれたあの手書き文字を0から9まで手書き文字をこの2層で最後は0から9までの10個の,のベクター、確率分布について表示する。 文字の認識のグラフだっていうことは先ほどの,あの無数に線が散らかってるグラフではよほど分かるその中ではだからシグモイドやソフトマックスっていうアクティベーターが逆よりは果たしていることも分かるというふうに思いますでこういうふうにあのそれぞれの層を作ってるグラフをあのシリアルに結合すればグラフの全体が分かるということですね でまあ、ここで、まあ、少し振り返りになりますがこのグラフをあの,の濃度やそこをどういう量が流れてるかって話これは実はテンソルだっていうふうに考えるんですねで旧来のグラフのたくさんの線はどこへ行ったのかで新しいここで、まあ、先ほど今その 新しいグラフのの濃度話、まあ、基本的には塩酸でそこにあのデータが流れ込んでいくるんだた話をしましたこれ改めてこのグラフをどういう量が流れてるのかというふうなあの角度で繰り返しになりますけど考えてこれは実は全てテンソルだというふうに考えるんですねでこのグラフの,あのこれは式の計算のグラフなんですけれどもこの濃度間を移動するのはテンソルだけ。 だだけだってのテンスルは実はスカラーだったりベクターだったりで、まあ、行列だったり全部あのまとめたものを点する逆に言うとスカラーベクター行列の上位概念としてテするルと考えようってことを。 でこの4つの入力を受けた3つの入力を、あのニューロンかまあこれは先ほど見ました。まあ先ほどだから、そこの値、それぞれの XWB、濃度が抱えている値に注目したのは、今度はだから、あのこのエッジの部分ですね、この灰色の矢印の部分を何が流れているかっていうのを考えようって話です。これはこう、ちょっと分かりにくいですね。 こういうデータは、まあ、当然はノードの部分も全て点数です。で、でこういう情報が、ちょっとブ,ブルーで書いて分かりにくいんですけれども、X からその掛け算のところに流れていくのは、まずその,あの入力ベクターそのものですね。その塩酸濃度には、その 4×3 の行列が流れていく。で、左側の積の,あの結果は3次元の行ベクトルに変えるんで、それが足し算の。 塩酸の音に流れてそこにバイアスの行ベクトルがあの流れ込んでくるでそうすると3次元と3次元の行ベクトルの和ですから3次元の行ベクトルが返ってそれをアクティベーターに渡すでアクティベーターも先ほどアクティベーターの概念でちょっと拡張しましたんでこの場合だったら3次元のベクトルを受け取って3次元の,の行ベクトルを返すというふうになってただ転送っていろいろこれも同じですねであのこの 従来表記だったらニューラルネットワークの表示は変わりますけどこれは同じですね何かがここではだからあの今流れてる量を注目するこれもあの見てみれば分かりますけどもあの最初の塩酸濃度にあの X から X2 次元の行のベクトルが流れてきてで W のとこからこれは 2×3 のあの 行列2かける5ですね、あの行列が流れてきて、演算を行って、その結果はだから5次元の行ベクタルになって、それにバイアスの5次元の、あのー、行ベクタルを足して、当然これも5次元の行ベクタルのままなんで、の最後のアクティベーターで5次元の行ベクターが変えるというふうに。で、こういうテンソルというのは、 まあどういうものかというと、まあ、単純なものから言うとあのランクという単位で記述されるんですけれども、まあ、行列のランクなんですがここはテ数のランクはちょっと違うものですね、えー、テ数のランクはあのソ数の次元の数例えば Python でこういうふうに t が定義されているとこれは 2, あの2ですランクは2です、ね、あのー これはあれですね、行列ですね。3×3 の,の行列のテンソル表示。これはあの、で、もうちょっとまとめて言うと、ランク1のテンソル、バクターはランク1のテンソルです。で、腕が1つしかないんですね。ランク2のテンソルは、典型的には行列だと考えれば、腕が2本ある。 でランク2のテンソルに関して言うとこの要素というのは ij というあの2つの引数であの要素を引き出すことができますで。今回は出てきませんでしたけれどもあのこのテンソルというのはそのランクをどんどん上げていけばいくらでも拡張ができてランク3というのは3つの腕があるやつなんですけどもこれは ijk。 っていう三つの、そうあの、要素で、を指定すると、その中の一つの要素に。アクセスするもんできる。まあ、これは。あれですね、ダンソルネットワークっていうセミナー、まあ、まあ、あの、途中。まで、かもしれないけど、やったことが、それを見ていただけると、もう少し。あの、もっとわかりやすい、グラフと、あの、ノードと、ノードが持つ腕という概念で。 足でもいいんですけれども、整理しているんですけれども、まあ、ここをこういうあのグラフの単純化、グラフの,あの計算としての整理っていう点では、このテンソルって考え方が最も基本的な考え方になってくるという話ですね。まあ、だから、ウ o グル l の,のプラットフォームがテンソルフローって名付けの名前っ実はそのまんまなんですね。テンソルが流れるものを 表示としてここに具体的にランク0がスカラーランク1がベクターランク2が行列ランク3がまあ3点それを Python で表示した例を挙げときましたこういうもので濃度、まあ、変数濃度やプラスオルダーにはそういう値が入ってでこういうものがあの流れとして塩酸濃度に流れ込んでいく というイメージを持ってもらえればいいというふうに思います。で、本当はこのニューランネットのこの新しいテンソルによる表現と、あのそれぞれの、あの、まあ、これはグラフであったり、プログラムにはないですね。で、これが実際にはそれぞれの。 あのープラーニングのフレームワークごとにあのそれぞれのプログラムのモジュールとして一塊になるんですけれども、まあ、今回は、まあ、それぞれダ、まあ、ンスルフローのグラフの例だけ見てきましたけれども、まあ、これは PyTorch だろうが Keras だろうがそれはプロ,プログラム上のモジュールとしてあの表現されている。 まあ皆さんが実際に触るのはグラフじゃなくて、モジュールの方だと思いますけども、ただそこは基本的には、あの、TensorFlow だろうが、バイトウチだろうが、Keras だろうが、こういうグラフで表現されるものをプログラムに落としていく。それが、あの、それぞれのプラットフォームの DNN、フルコネクト、あの、ニューラルネットのモジュール、必ずあります。DNN のモジュールっていうのは、 あのどんなディープラーニングのプラットフォームにもそのプログラム上のモジュールとして DNN モジュールって存在するはずです。まあそれをあの細かく見ようと思ったんですがまあ,あのそれよりもそれらす全てこういう亜鉛さんのグラフとして共通なものだということをまあ今回は見ていってまあ細かくあのプラットフォームとの あのまあ、大体基本的にはあのー、これがプログラムに落としたらどういうなるかって話をすればいいんですけれども、まあ、今回はちょっと省略しました、まあ、でも、あのー、このセッションを通じてフルコネクトユーラルネットワークあるいは DNN ネットワークをグラフで表現するという、あのー、のを見てきましたこれが基本なんですねこれが分かれば でそれの,あの言語あるいはあのプラットフォームごとのプログラムのモジュールに変換するのは優しいんです。だから個々の行動をそのままベタに読むんじゃなくてもう一度テンソルが流れる塩酸のネットワークとして抽象化する。その層を一度通過しておくと後の理解がとても容易になるしまあそれはまあある意味 ディープラーニングのプラットフォームの構成するプログラムモジュールの基本がこれだっていうことでまあこれは一番単純なニューラルネットワークなんですけれどもこの辺をこういう形であの把握していくのはあの意味があるというふうに思います。 でニューラルネットワークの基礎はこれぐらいにして次の第2部はニューラルネットワークがどう学習するのかこれはディープラーニングってやつですねディープランニングの基礎の話をしようというふうに思います